ガリノリファンキー、今まで玉積んでんのか、これは多分開かないな。ファンキーこれ綺麗に出てますね。はい、今までの全体系の状況とかを加味したら、今のところファンキージャグラーがいっちゃ強いのかなと思いますね。もうお金入れたくない。今現状 40% なんですよ。だからまあ右は強いっちゃ強いんですけど、何とも言えない感じ。今現状、まあ、ガリゾーさんにも LINE でお伝えしてるんですけど、まあ、こういった感じの、ねデータになってるんですよ、ファンキーが、まあ、141分の1、5台、1台だけ、まあ、2台かな、合算かなりよくて、あとは全部160分の1弱みたいな3台、なんとも言えないですけども、当たりかもしれない、ちょっと他の機種も改めて。見てみますかね。ああ、これっぽいな。アイムジャグラーのアニバーサリーが今1台だけ2100回転で3と3なんですよ。それ以外はレギュラーも足りていましてぶっ飛んでるね。多分これっぽい、これが一番強い。まあ一応ね他の機種とかも見ておこうかなと。まあまあ一騎手だと思うので、今までの傾向から、まあ、アイブがってなったら他はほとんどなくなる、消していいと思うんですよ、なので、まあ、もしかしたらですけど、まあ、そのファンキーとかジャグラーに関しては、まあ、至る騎手にちょっと散りばめたりとかして、まあ、アイブジャグラーが当たりっていうところが今だいたい15時過ぎての現状かなっていうところですかね。このまあガリ乗りももうあと数時間で終わってしまうわけですよ。っていう中、まあもともとこう番組の企画案は私がやらせていただきまして、その人生に関してもガリゾーさんをまあこう選ばせていただきまして、まあより良いこうガチというか究極のガチというかをねこう、まあ、あとはまあちょっとこう面白い部分とかも、まあ、お酒を交えながらみたいな感じでやっぱこう企画案を練った上でやるはずだったんですけども、やっぱこうコロナ禍でねそういったちょっと楽しい部分というか酔ったお互いだったりとか。なんか見せれないまんまになってしまいまして、で、まあ、やっぱこうしっかりとした、まあ、結果もね結果出せれなくて、まあ、ちょっと不甲斐ない部分を皆様にねお見せしてしまったんじゃないかなと、まあ、僕自身の実践はですよ思うんですけども、まあ、やっぱこう経験の一つとしてやっぱ学んだこともたくさんあったので。すごいね、まあ勉強になりました、まあ、表現の仕方もそうなんですけど、まあ、やっぱね、まあ、ジャグラーとの向き合い方はねすごく勉強になってますね。まあ至る所でねこう、まあ、ガリ乗りだった場合はこうジャグラーが強くなる傾向が強かったんで。まあ、ガリゾーさんの考え方だったりとか本当にねたくさん聞けて、まあ、その通りにするとかじゃなくて、だって自分の考え方があってやっぱ人の考え方を聞くとやっぱね、まあ、やっぱこう考えさせられる部分がすごく多くて、おどうだ改めて考えたらね、まあ、ちょっとこう。おなんだこれ、これチェリーじゃない？チェリーですね。で止まってるんですよねこれ。ケツこれが当たってるとかないですかまあすごくいい時間でございました。はい、多分当たってんじゃないかなこれ。やはりね、これ多分レギュラーだね。ここでケツ止まっちゃってたんで、はい715ゲームですね。総投手15本、現在2300ゲームでビッグ3回レギュラー4回、ボーナス合成確率が330分の1オードと設定1の半分ぐらいって言おうとしたらイカだったわ。おービッグダンスタイムから始まったよ。いやーもうやめてよもう。DJ ゾーン49ゲーム、累計 ART ゲーム数が225ゲームで、ハズレが16、共通9枚14、リプレイ88、ちょうど1ぐらいですね。外れて、外れた、本当に外れた。75ゲーム、青ビッグ75ゲーム、青ビッグミスれませんよ。あーしんどい。エイリアンDJ ゾーン59ゲーム、累計 ART ゲーム数が324ゲーム、ハズレが28、共通9枚が17、リプレイが124、ちょうど1ぐらいですね。あ、でもボーナス合成確率が260分の1ぐらいになってきました。なんぼがマシになってきた。17ゲーム1万約 C 重複の青ビッグ全然なんなかった。ダンスタイム入って、いや今日ハイパービッグゼロですね。 DJ ゾーン36ゲーム、累計 ART ゲーム数が360、ハズレが31、共通9枚18、リプレイが140、ちょうど設定1だな。ちょうど1ですね。総投手が25本、はい、ビッグガンが350、1400、まあ1500弱ビッグガンね。ここからね巻き返していきましょう。推測もねまだ全て終わったわけじゃないので、よしちょっと弱いね右。ここでやめよう、さすがにやめます。43の15相当悪いですね。先ほどまで 40% 弱だったんでねずっと追ってましたけど、右弱いっすね今。まあまだね可能性残っちゃうんですけど、ちょっと変えます。中行きますか。まあ正直なところ 35% でもっていうところはあるんですけど、さすがにね 50% が 25% って言ったら 25% の方にこれだけの思考でね近づいちゃうと、さすがに次行くしかなくなっちゃうんで、6分の1も全然いけないわ、当たらないわで30ゲームスタートっすねこれ。0回っすわ。いやー32ゲームしかできなかったですね。まあ現状中が2の0、右が43の15といった形でね、もう全然設定は分かんないですね。左が中なんだろうなっていうぐらい。おお大チャンスだよ、来たよ。これはあるだろう。うわどうだ、微妙。1枚弱いよね。やったーやったー。148ゲームそのし26本ですね。はい近く、はい中が今10の2なんですよ。もうやめます、左行きます。で直井高確率多分30ゲーム以上かな取ってると思うんで、はい、140ゲームスタート。ここで、はい、結構あるんで、できれば5回ぐらい7を狙いやりたい。よしよしよし、左行きます。よし3の1ね。よし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 、チェリー、チェリーはどうだ。うわーあっちじゃねえの、もやった。うわーシングル、あーベルベルベルった、当たったでしょ。頼むぞ。あーまあ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 、僕24回 12% 引いてねえっすわ。うわー、噛み合わねー。オッケー、11ゲーム。はい、2角。おい、レンボー。おお30ゲーム2回で、これでかい。ああよかった、ちょっと弱いけど。今左が7の3ですね。ちょっと6分の1がね全然いけない感じでね、ちょっと試行回数稼げれない状況でございますけども、残り ART ゲーム数が140ありますんでね。チャンス目。うわー来た、これちょっと大好きになってきました。当たるんで、うわーっちずる滑りしてくれ。よっしゃー、オーケー。73ゲーム。左が13の4ですよ。いやー、まあ 30% 前後ぐらい。まあもうね、どれが強いかって言ったら正直分かんないんですけど、まあ右なのかな、まあ、もうちょっとね左をやらなきゃいけないのかなっていう感じはしますけど。72ゲーム。とりあえず左の思考がちょっと少なすぎるんで、まあ、右に関しては思考結構積んでるじゃないですか。なので右に戻らずに左をもうちょっと思考、集めてやめるかどうか判断するしかないですね。24分の8、33%。まあもう一回よしよしよし、いいぞ。まあかなり低くなってるんで、可能性としては左はもうここら辺でやめていいと思うな。いや、ずっと 33% っすわ、左で。右が 35%。 中になんのかな。じゃあ熱っ、これは熱い。この2回連続の演出はね、マジで熱い。当たったでしょ。よっしゃー、チェリーから103ゲーム。改めてなんですけど、中戻ります。泣かない。ですね、中が14の6まで回復しました。ちょっと勉強になるな。で、今お城さんにいますんで、大チャンス大チャンス。5連分マジ僕1回もしてこないんだよね。きたーきたー。これはカットイン赤とかなのかな、これ分かんないけど、こんなんだったっけ。うわー、分からんね。ここに来て分かんない。いやー、外れるんかい。中が26の11なんで悪くないですね。まあ今のところ一番いい。終わりかな。さすがに当たってなさそう。はい、終わりですね。まあまあ長く続いた ART でしたが、1137枚ですね、獲得して終了です。まあ今トントンぐらいですかね。やっぱ青が段かな。じゃあチュッ、もう一回チュン、もう一回チュンチュン。ああ、これはこれでいい。1万役 B だわ。また私今日1万役結構取ってるんだけどな。219ゲーム。ちょっとずつ盛り返してる。でででで、いや、イージーゾーン63ゲーム、累計423ゲームで外れが34、共通9枚19回、リプレイが168回、1以下だな、いよいよ。そしてね、私の2つ隣、この日暮らしがね、今、6角出たんですね。で、その隣が4以上確定なので、日暮らしが前台かもしれない。後ろの1台も出てるし、もう1台は全然だけど、この 103% を積みながら左後ろの日暮らしの空き待ちという作戦は悪くないかもしれない。これ多分全ノーマルですわ。もう少しで700ハンマル。そして出玉はクレジットとさすがに50万円ぐらいのみ。ここでゼリオン、どうしよう、もう押せないよ。中にいる下段に青7、チュン、左にいる下段に青7、チュン、右にいる下段に青7、チュン、よっしゃ648ゲーム。ああ498ゲームで、外れが36、共通9枚が23、リプレイが196と1ですな。アイもなんかめっちゃ微妙になってきましたね、4台のやつ。やば、もうジャグラー分かんな。全体合算155まで落ちましたもん。1台はあるんだろうけど 5っぽいのが。あとはもう本当に3とか4とかのあれだね。場内が騒がしいぞ。どうだ、おお、騒がしい、当たった、はまったけど、これねレギュラーじゃないことを願うよ。ありがとうございます。663ゲームですね。メダルはもう相当飲まれました。どうだどうだ、俺はおーっと38ゲームやったね。ピンクピンク青だよな、うん、よっしゃまだわからん、頑張りましょう。40かな、1回しか揃わず中が31の12、もうね正直わかんないですね。まあまだ中が一番いいんですけど、これでも今日はもうちょっとわかんないっすわ。1回のみ中が33の12になりましたね。まあ結局、まあ、全て、まあ、30回前後ずつやって、まあ、右だけ40回以上やってますけど、数値がね、まあ、33% 前後なんですよ。なので正直もう分からないなっていうのが実際のところで、どれも弱くもなく強くもなくなんで、結構ほんと稀なんですけど、数値からまあ確率、まあボーナスの確率的に分からないですけど6ではなさそうな感じはするんで、いやーどうなのかなっていうところになっちゃってますね今。まあ結局、まあ僕の引きでまあこうしちゃってるんですけど、左中右が分からなくなっちゃってるんですけど、まあ6だったとした場合、その共通で揃う7揃いっていうのがあって、結局なんつったらいいのかな、トータル的に3分の1ずつプラスアルファ共通だからもっと上がるんですよ。っていうのがあって、まあ、やっぱまあ確率的にもそういうのがないんで、まあ、6ではないんだろうけども、いやーこういうこともあんだなってね。172ゲームですね。3回しかいけず中が36の14上がりましたね。うん、よしよしよし、31ゲーム、はい239枚、213ゲーム、75ゲーム、41の17ですね。また伸びなかったっすね。473ゲーム、ラストダンスですね。この ART が抜けて、終了になるんじゃないかなと思うので、いやよかった、よかった。揃わなきゃ意味ないんですけど、思考は稼げれたんで。4回っすよ、まだ泣いたの1回しか揃わなかった。ああ、多分もともと100ゲーム持ってましたね。で1回揃ったから10ゲーム乗せたっていう形だと思います。125ゲーム紹介してボーナスいけませんでした。はい、実戦終了時間まであと本当にもう20ポイントといったところで、区切りがいいのでもう出玉を流してここで、実際終了するんですけども、トータル的にこの台、中が47の19といったところで、正解率としては 40% だったので、中だったんじゃないかなと思います。この、経験則というか、今までこんぐらいね、ブレたのは初めてだったんで、トータル的には中だったと思いますけども、自分の一つの勉強になったかなと思います。これはよく話している話なんだけども、ビタ押し機種、これもそうですけどね、ビタ押し機種で積もって大負けしたって言ったらね、サザンアイズの設定 C を打って43000だったかな、負けたことありますね。2角板率 97% で43000負けましたね。ロビック慎重にやりましょう。ダンスタイム当たって70ゲーム、青ビック74ゲームも取れた。いい加減ダンスタイム入って、もう4回連続入ってない。なんだよ、6リップビッグだったらいやー、47ゲームレギュラーでも ART ついてきます。ダンスタイムついてきます。3時間ぶりぐらいのダンスタイム。シンディ、そうだよなそうだよね、レギュラー後だし。当たってないの？当たってる？当たってない。当たってる？当たってた。追加からだからビッグ。いや、本日初のハイパービッグだ。リプレイか。ハイパー青ビック、本日初のハイパー16ゲームでレギュラー。やだ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 、いやー祈る、ダメ。赤何時だ、もう19時か、まだいけるかな。というわけで電脳割れ終了です。総ゲーム数5233ゲームでビッグ12回レギュラー11回ボーナス合成確率が227分の1圧倒的設定1以下、まあ、各種数字を話すんであれば通常時のチェリーが、208回 25.15 設定2ぐらい、スイカが103回で 50.81 以下 ART 中の外れ確率が777ゲームで63回 12.3、まあ、1ぐらいですね。共通9枚が43分の1、18分の1、出て5ぐらい。まあでもチェリー化けゼロ、移植 A ゼロ、上乗せゼロゲームもゼロ、まあ1でしょうね。ファンキージャグラーに関しては途中なんか全体的に盛り上がってたんですけども、まあこういった感じで、まあ、全体的に良くなくなっちゃった感じなんですよ。まあ、中間が複数台あったのかもしれないですけど、まあ、いい台でも左角のこの141分の1かな、6000回転でっていう形で、はいバレディコーナーに1台ずつ置きに設置されているアニバーサリーですかね、4台あるんですけど、それがね、まあ、いい台もあったかなって感じですね。これに関してもね、ちょっとなんとも言えないですね、ガチさが全部140いくつとか150とかなんで、まあ、ベースが高めだったのかなっていう。で、AE ですね、IM の AE8 台が、まあ、半分ぐらい、まあ、レギュラーが強いんであるのかなっていう感じですね。祭り2がその6角と 4以上濃厚っていうものが出てるんですけど、まあ、前代がまだわからないわけですよね。っていう中、まあ、とりあえず多分55ジャグラー24台は合算がまあ127、130、109、133かなっていうところで、ここに関しては仕頃なのかなと思います。最終戦実戦終了です。お疲れ様です。お疲れ様です。いやいやガリオさん覇気ですよ。すいません。いや僕もなんですけど、ね、本当すいません。いやこちらこそなんですけどもまあ今日に関してなんですが、ホール状況はいつもよりジャグラーの扱いがかなり全体的に至る機種甘めだったんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとびっくりでしたね。まあ当たり機種台というか、まあ、4以上の台が、まあ、複数台あったんじゃないかなっていう印象でしたね。とかねですよね。あとは、ガリゾーさんが、まあ、気づいてくださった、日暮祭り2、はい、出玉に関してはやっぱ、はい、ちょっと厳しいというか、うん、そこまでは出てなかったんですけども、やっぱこうマイナスもやっぱ少ないというか、ね、安定してるというか、うん、だったので、まあ、あれに関してはガリゾーさんが全録だと思いますとおっしゃったので、2台6角出てるので、ああだったんですね。ということで、まあ、全録の可能性が高かったと、はい、投資の方が1196枚、はい、回収が209枚、はい、サマイスがマイナスの987枚といった結果になってしまいました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私はですね、はい、言いたくないです言わないで終わりましょうか。ですね、まあ、それなりに、はい、三田星も頑張りまして、はい、通常時の取りこぼしもゼロで頑張ったんですが、はい、5233ゲーム回して、ビッグ12、J グラ11、投資が54000円、2484枚で出玉ゼロと。いやーそりゃそうなりますよ、たまには。で、2人合わせると、はい、マイナス3471枚という結果になってしまいましたね。完敗。申し訳ない、本当申し訳ない。これに関してはでももう、結果ですけど、長い目で見たらっていうところのプラスではあると思うので、いやもう私はもうプロソロの看板を下ろす、うん、このガリノリ、まあ、1年ちょっとだったんですけども、まあ、僕に関して、まあ、こう感想というか、まあ、最後なのでちょっと言わせていただきたいと思うんですけども、はい、まあ、やはりですね、こうお互いのこう立ち回りが違うっていう中で、こう一つのステージで乗り打ちするっていうことは、まあすごく難しいっていうところと、すごく僕にない考え方が相手がなさってくれるので、その相手の考え方をしっかりと僕もこう聞けるようになったというか、自分の考えでこう今まで進んでたんですけども、まあ、ガチの番組ってほとんど一人なので、だったんですけども、その人にの意見、その人の考え方をこう少しこう取り入れると、自分の中でももう少し打ってみようかなとか、その台とかその機種の勉強とかにもすごくなりまして、まあちょっと道中でも言ったんですけども、実践中に、まあ、ガリゾウさんとやることによって、その、まあ、ジャグラーなんですけども、特にやっぱこう以前よりもちょっとどこを見なきゃいけないとか推測によってっていうところとか、あと長いスパンでこうもうちょっと打たなきゃいけないのかなっていうのも、本当にプライベートでも反映されてるんですよ。っていうところが自分の立ち回りとか、そのある機種によって考え方が改めさせられたというかってなったので、すごくその自分のこうなんだろうな、まあ一小林の考え方でもいや、まあ言ってるので、小林の人生の一つの勉強にもなりましたし、そのスロットでの経験値っていうのも増えたので、はい、非常に勉強になった番組なのかなと。そうか、私はそうですね、私はやっぱりこうもともと北海道っていう、はい、まあ、こちらの演者さんとかライターさんとかとはちょっと違った特殊な地域で普段立ち回ってるとか、私がもともとピンの稼働経験しかほぼなかったりとか、やっぱりこの「ガリノリ」っていう番組のシステム的にやっぱり経験値が圧倒的に足りなかったんですね。あとやっぱり取材狙いとかももちろんそうです。北海道にはないですし、なのでこう取材狙いで収録で乗り打ちってなると、やっぱりね、その私のスタイルよりもやっぱりリノさん主体のスタイルの方がうまくいったのかなって思うところはあるんですよ。やっぱり私のスタイルってちょっと特殊だから、どうしてもこうピン稼働特化みたいなところがあるので、ピン稼働じゃなければ成立しない立ち回り方、考え方とかだったりもするので、それをちょっと強引に貫きたがってしまったこともちょっとあったのかなと。ね、その結果こういろいろリノさんにご迷惑をおかけしたこともあったかなと思うので、だからまあリノさんから学ぶこともすごく多かったし、なるほど、乗り打ちってこう動くべきなんだ、取材狙いってこう動くべきなんだ、こう考えるべきなんだとか、やっぱり無駄打ちしちゃいけないんだとか、やっぱりいろいろね、こう私のそれこそね、今後の稼働の参考にさせていただけるようなことが山ほどあったので、この番組にはすごく感謝してます。いや、こちらこそです、本当に。次からですね、おのおののガチ系のスタイルをぜひ応援していただきたいと思います、はい。1年ちょっとでしたけども、ガリノリ本当に皆様お付き合いありがとうございました。またどこかでお会いいたしましょう。それではありがとうございました。さよなら。